エストニアとリボニアの降伏は大北方戦争中の1710年に、スウェーデン族領のエストニアとリボニアが征服された後、ロシアツァーリ国に編入された出来事、及びその条約を指す。リボニア貴族とリガ氏は1710年7月15日に、ペルナウは8月に、エストニア貴族とレバル氏は10月10日に降伏した。ロシアは、現地の組織を残し、貴族と市民が、 伝統的に有する特権を確認した。一方、スウェーデンウォーカール11世が導入した多くの濃度を王の親民に昇格させた土地改修の改革は元に戻された。スウェーデンバルト帝国は1721年のニスタット条約でバルト地方の降伏を受諾した。バルト地方の割動はスウェーデンの大国時代を終わらせ、その代わりにロシアが大国化した。 バルト地方の特権は19世紀末まで維持された。大北方戦争直前の1699年、ロシアツァーリ国のピョートル一世とザクセンと、ポーランドリトアニアの君主ワウグスト二世は、プレオブラジェンスコへ条約を締結、スウェーデンのバルト族領への侵攻及びその分割について合意した。戦争が勃発すると、 スウェーデンウォーカール12世は1700年のナルバの戦いでロシア軍を撃破、続いてアウグスト2世をザクセンまで追撃した。スウェーデン軍が離れている間にロシア軍が再集結、薬病で弱っていたバルト地方の大半を征服した。1710年にスウェーデン軍のガジョーリガ、レバル、ペルナウが降伏すると侵攻が完了した。この時点でスウェーデン本軍は ポルタバーの戦いの後、ペレボローチナの降伏により、捕虜になっていた。ピョートル一世は、申請して1709年11月に、リガー包囲戦初期の砲撃に加わった。エストニアとリボニアの降伏において、ロシアは、現地法と特権を確認し、これは、行政、経済、社会、文化の自治に等しい。これはドイツ騎士団時代以来の法と特権を含み、エストニアでは、 デンマークの方も含む。スウェーデンの絶対主義による特権削減は、戦争間近の時期、亡命リボニア貴族とリボニア貴族を代弁している、ヨハンラインハルト・フォンパトクルによる、反スウェーデン戦争のロビー活動の成功をもたらし、大半がロシアの征服に激しく抵抗していたバルト貴族が、ロシアに忠誠を誓う結果となった。降伏は、バルトドイツ人貴族と平民のみで行われ、 エストニア語とラトビア語を話す人々は無視された。現地法と行政を認めたことにより、スウェーデン法の多くがロシアの地下でも有効のままだった。例えば、1777年にはレバルにおいてまだ有効であったスウェーデンの直令がリストアップされたが、このリストが不完全であるにもかかわらず122の直令が列挙された。また、 スウェーデン時代の聖職者制度は1832年まで廃止されなかった。リボニアの降伏は1699年のプレオブラジェンスコエ条約で定められ、1709年のトルン条約で再確認されたアウグスト2世の請求権を破った。これらの条約では同盟側がスウェーデン族領を分割し、アウグスト2世がリボニアを得ることが定められていた。 ロシアのボリス・シェルメーツェフは、ゲルハルト・ヨハンフォン・レーベンボルデの条約履行の要求を無視し、リボニア人に、ピョートル一世へ忠誠を誓わせた。レーベンボルデはそれまで、アウグスト二世の下で働いていたが、ピョートル一世のリボニアにおける、全権大使に任命され、同職を1713年まで務めた。幸福以前のバルト地方ロシア領のリボニア県、エストニア県、 クールラント県スウェーデン政府は1721年にロシアとの講和条約であるニスタット条約を締結する前、降伏を受諾しなかった。スウェーデンのスパイは占領地で活動、バルト地方からスウェーデン本土へ逃げる人々を尋問した。1711年と1712年にはスウェーデン海軍がエストニア海岸を襲撃、集落や農園などを燃やした。 1711年のエーゼル島への強襲や、その後のフィンランド中流軍による上陸などより、大規模な遠征も計画されたが、実行されることはなかった。最後の計画は1720年に建てられたが、やはり実行されなかった。スウェーデン政府は、バルト族領の亡命政府を維持し、1720年まで行政官僚を任命し続けた。 ボリス・シェレメイツェフを長とするロシア政府は対策として現地住民とスウェーデンとの連絡を禁止した。1721年8月30日、ニスタット条約の第9、10、11、12条によりバルト地方がロシア領になることが正式に確認された。スウェーデンは請求を永遠に取り下げ、バルト地方を王の称号から消すことを余儀なくされた。 代わりに、ピョートル一世は、自身の称号を、ツァーリからインペラートルに変更、ナヤアズ・エストランドスカイ、リブランドスカイ・アイカレルスカイを追加した。しかし、スウェーデンは、バルト地方を完全には諦めておらず、バルト地方はその後の一世紀の間スウェーデンの戦争目標であり続けた。これは、バルト地方が戦略的に重要で、リボニアが、 スウェーデンの国葬地帯であったことが理由である。しかし、侵攻が試みられたハット島戦争、グスタフ3世の戦争、フィンランド戦争はいずれも失敗した。ロイトは下記のように記述した。1561年のエストニア獲得がスウェーデンの大国化への第一歩であり、バルト地方が大北方戦争中の1七百十年にロシア奪われた時がスウェーデンが 二流の国に変わった瞬間である。エストニアとリボニアを獲得したことにより、ロシア宮廷にバルトドイツ人貴族が加わった。その後、バルトドイツ人はロシア帝国で養殖を占めた。1795年、ロシアは第三次ポーランド分割というエストニアとリボニアの幸福にも似た事件で、バルト地方における近世時期の領土拡張を完成した。バルト地方は、 ロシア帝国内で特権を維持し、1840年代にニコライ一世がロシア化政策を実施するまで続いた。1883年から1905年までアレクサンドル三世の民族主義政策により行政と教育に変化が起こり、1905年のロシア第一革命で緩和されるまで続いた。ピョートル一世は、 バルト地方の征服後にドイツ語が公用語のままであることを確約したが、エカチェリーナ2世はロシア語を第二の公用語と定め、1880年代にはロシア語が第二のリングはフランカとして導入された。ありがとうございます。